スーパーセンターの山口です。今回この車両のことをお話しさせてもらおうと思うんですけれども、まあ、この SR なんですが、スーパーセンターとして初めての海外からのオーダーです。まあ、どこの国の人なのってなったら、まずはマレーシアの方です。で、今東南アジアですね。タイであったりインドネシア、マレーシア、あとはね、シンガポールだったりカンボジアも、かなりカスタムが盛んで、まあ、カンボジアでもカスタムショーがあったり、まあ、一回行ってみたいなとは思ってるんですけれども、まあその中のうちのマレーシアですね。マレーシアからのオーダーです。で、どういうきっかけでオーダーをもらったかっていうと、アートオブスピードっていう日本でいう、まあ、ホットロードショーみたいな位置づけのカスタムショーがあるんですね。まあ、すげえビッグイベントで、2日間で5万5000人も動員するような、まあ、車とバイクのアメリカンカスタムの、ビッグイベントなんですよ。で、去年僕ちょっとまあ、ゲストでお呼ばれしてもらいまして、でブースを構えてたところ、隣のブースでこのオーダーいただいたオーナーさん、まあ、名前はノーって言うんですけれども、ノーと仲良くなりまして、でスーパーセンターのことを知っててくれまして、500, it's not 400, eh? Maybe, if this one 400, yeah. Install this FCR. Okay. Very fast. I love this car. It's crazy.Lunch and Arashiyama. Yeah. And Osaka. Are we going Arashiyama? Yes. Let's go today. For a bike? No. You can? This one? This is scary. Okay. Where can I throw this? Where? No. Oh, hold it again. Hold it. Yes.ありがとうございます。 Thank you so much for this good experience. I've been dreaming to come to see you. Yeah. Thank you. Me too. Thank you. You're a good friend. I think so too. うちのバイクに乗るのが夢だって言っててくれて、で、まあ、物価の違いもね、すごくあるんですけれども、まあ、今回オーダーいただいて、こういう SR の B 級チョッパー、まあ、僕が乗ってた SR 茶色いやつですね、みたいなスタイルで作ってほしいっていうオーダーです。で、そのノーっていうのは、そのアートオブスピードっていうビッグイベントの中で8000人も動員するライブイベントがあるんですけれども、そのライブイベントのトリで、フージャンバンドっていうバンドをしてまして、そこのボーカルなんですね。まあ、向こうで言ったら結構、まあ、相当な有名人っぽいです。なんかブースの横にいても写真とサインもずっと1日何百人ぐらい書いてたかわからないぐらい、そんなことをしてて、まあなんかもう仲良くなっちゃってステージ上げてもらったりとか、まあなんかもういろいろいっぱい遊んでもらって、すごい僕のいい友達なんですよ。で、しばらく前に日本に来た時もちょっと僕のバイクを貸してあげてね、メニカメラマン。レッCool start.
で、これを作ってる今の時点でも、まず3月なんですけれども、7月にマレーシアのアートオブスピードがあるんですけれども、まあ、このバイクは一旦車両として完成させますが、まあ、関税とかシッピングの関係で一回バラバラにして向こうに送っちゃいます。エンジンは 500cc を使うんですけれども、僕がタイで仲良くしているトイサイクルっていう、まあ、脳にも紹介したんですけれども、トイサイクルから SR500 のエンジンだけをマレーシアに輸出してもらって、エンジンは、まあ、それは間違いないエンジンだってことなんで、あのエンジン以外の部品を、まあ、外装ですね、足回りと外装作って、向こうにシッピングしようかと思ってます。まあ、今回は日本に来た時に僕が脳に貸してあげたバイク、一緒にちょっと走って遊んでたバイクがもうほんまに気に入ってくれて、まあ、あの車両はね、あの千葉県のお客さんにも売約だったんで売ってくれってもうせがまれて、でもこれはもう売約してるからダメだよっていうことで、で今回作ることになりました。まあうちのスタイルプラス脳の好みで、脳はねフージャンバンドっていうバンドのボーカルっていうだけじゃなくて、光ライダースっていうアパレルのブランドを個人的にやってまして、まあフージャンバンドがどっちだろうな、光ライダースとのコラボレーション的なバイクとして作っていくことになると思います。まあそれはね、10センチロングのインナーチューブに15センチのフォークジョイントで、まあ25センチロング、まあ10インチオーバーですね。まあスポーツスタータンクに、まあ、ちょっと今ね新しく開発してるプルバック、僕の茶色いバイクはちょっとデッドストックのものを使ってて、もう気に入ってたんですけど手に入んないんですよ。それまあ復刻して、まあ脳の体験にも合うので、まあプルバックにして、ちょっとフレームをね、このままだとかっこ悪いんで、やっぱりカスタムショーに出展するっていうことなんで、この辺からガツンと切り落として、まあ上の方からこうちょっと下がり気味のラインにしつつも、まあこの辺どうだろうな、ちょっと今デザイン考えてる最中なんですけれども、ちょっと茶色に似たようなデザインでいこうかなっていうふうに思ってます。まずはフレームを切断して新型のプルバックハンドルを作りました。まあ、ここから、リアフレームを作っていくんですが、この 2.5 ミリ厚の肉厚パイプですね、これは手曲げで曲げていこうと思います。これでフレームを作ります。
まあ常磐の上で手前がよしていたフレームですね。まあ一本もんでちょっと複雑な 3D で曲げ箇所が 1,2,3,4,5 っていう、これをね LR で曲げるっていうちょっと難しいものなんですけれども、まあこんな感じのフレームを作ったんで、今からまあ仕上げて、まあ、この辺ねもう焼け取って仕上げちゃってるんですけれども、から作っていくんですけれども、まあ、今回使うのはこれですね。ちょっとねマスキングテープで養生してあるんですけれども、 280mm の G サスペンションがつきます。で、注意してたのがこの曲がりなんですけれども、リアショックがね、どうしよう、こうか、このぐらいまでストロークするんですね。このぐらいです。で、このリアシャックは 40mm ストロークなので、まあ、最低でも 280-40mm の 240cm で、ここにフラットフェンダーつけて裏側にネジがくるんで、リアアクセルを一番後ろまで持ってきた状態で、フルボトムしても、でネジ棒を 1cm を向いてます。それでも絶対当たらないように設計して手曲げしています。まあこんな感じですね。これです。でね、SR のこの差数系フレームなんですけれども、はっきり言ってここがねじれてるやつがすごい多いんですよ。このピボットの位置がこう斜めになってたりとか、まあもともとねこのタイヤに対しての差数圏の幅っていうのは SR こっちが5ミリ広いんで、まあその辺も加味して作った曲げパイプなんですけれども、この切りっぱなしの状態でこいつを溶接すると絶対にその正規の位置、リアショックのこのピッチですねが出ないので、ジグをかまして溶接していきます。これがジグをかました状態、左右にリジットバー的なバーを入れて、そいつを並列でつなぎます。でスイングアームの幅も狂わないようにカチッと固定して、この状態で、フレーム側のパイプを溶接しておこうと思います。よし、じゃあ準備ができたので発生壁とか見ながらね、マーキングに合わせて仮付けをしていきます。溶接ですね。こうやってね水平器なんかを見ながらレベルを出して溶接していきます。今仮付けが終わったんで本溶接ですね。これからではがっちりくっつけていきます。歪みが出にくい順で溶接したんですけれども、これで溶接の粗熱が冷めるまでジグにかましたまましばらく待っておきます。よし、ホイロ組んで、これが正規の高さですね。さすけ今心身で280捉えてるんで、これが正規の車高になります。フェンダーをつけるときは、フルストロークの状態で絶対干渉しないように、40ミリストロークなんで240なんですけれども、タイヤの膨張率のマージョン5ミリ取って、さらにフェンダーの裏側に来る配線止めのクリップとかフェンダー自体を止めるボルトの厚みなんかを考えて、作っていきます。で、今がフルストロークの状態、まず240ミリ取ってます。リアショックの、軸ですね。でチェーン引きは今一番後ろ、これが一番前でも一番後ろでもフルストロークして当たらない位置を決めます。
今ね、これだけ隙間ありますね。例えば、リアフェンダーの裏に高さ8ミリぐらいのナットがあっても、その上でチェーンを目いっぱい引いてタイヤが1センチもし膨張しても絶対当たらない位置にフレームを設定してます。まあこんな感じですかね。これで、リアフェンダーを止めていきます。止めるのはね、後ろ側から、まあ今チェーンスライダーがこう一番後ろに来てるんで、まず後ろをある程度決めて、ね、その次にチェーンスライダーを一番前まで送ってから前側を決めるようにしています。取り付けまで完了してます。あと電装っすね。まあうちのいつもの感じで、こんな取り付け方でリアフェンダー。